こんにちは、推しカプチャンネルです。今回は祝小市民シリーズ第2期決定という内容になります。第1期最終話の内容にも触れつつ語っていきます。いくらかネタバレを含む内容になっているのでご了承ください。では本題に入ります。推しカプ、まずは第1期最終話から。実は前回の第9話までで夏季限定トロピカルパフェは 95% くらい話が進んでいました。ページ数にすれば残りは大体15ページくらい。誘拐事件の結末が丁寧に描かれるんですが、2人の表情と声優さんの演技が素晴らしかった。私がしたことはバレないから心配しないで、優しい声でそう語る幼いさん。バレなきゃ犯罪じゃねえんだよってことですか。やってもない罪に人を陥れたことを責められれば小市民になるという約束を破ったことに触れつつ、でも小鳩くんも楽しそうに自分を責めたり推理してたよね。痛いところを指摘されてしまった。後ろ指を刺されることなく平穏に過ごせるように、周りと折り合いをつけるため小市民になるというスローガンを掲げてお互いに監視したり利用したりしてきたものの、ちっとも小市民になれていない。ここにいるのは傲慢なだけの高校生が2人。中学生時代の小鳩くんが映し出され、意気揚々と推理を披露。見事な推理だと認められるも、はっきり言ってちょっと鬱陶しいと言われてしまった。ちょっとどころじゃないだろ、負けを認めるかいとか言って人の神経を逆なでするエキスパートだったぞ。二人でいる意味はもうない。そう言って別れ話の空気へ。別れ話っていう表現が恋人っぽすぎるなら、関係解消を持ち出してるって幼いさんが言ってたけど、今まで見たことないくらい二人ともものすごく悲しい顔してるのよね。これが恋人の別れ話じゃないって、そんなバカな。小鳩くんとのスイーツ巡り、楽しい気持ちもなくはなかったの。去り際にそう言い残していった幼いさん、最後にそんなこと言ってくるとかずるいよ。原作では彼女のセリフに対して小鳩くんの独白があり、余計な言葉だった。どうせ嘘つきなら都合の悪いことは最後まで伏せておくべき。その点僕に抜かりはないし、はなかった。僕もそこそこにね、とは楽しい気持ちがなくはないとか、そこそことか、こういうところがもはや愛おしく感じるし、何より辛い。残されたのは小鳩丈五郎と夏季限定トロピカルパフェ。もともと甘いものが得意ではなかったけど、あまりにもひどい味に感じて表情は崩れ、この日からパフェが食べられなくなってしまったのだった。別々に過ごすようになった2人。大好きなスイーツを食べても幸せそうじゃない幼いさん。甘いものを選びかけるも結局は避けた小鳩くん。一方で川又かすみと仲睦まじそうなケンケンこと堂島健吾、君たちは仲良くしててくれという感じで夏季限定トロピカルパフェは終了。あと10分くらいどうするのかしらと思っていたら、秋季限定栗きんとん事件の話に突入。第5話でしれっと登場はしていた瓜野孝彦やその友人の日谷優斗、そして突然付き合おうとか言い出した中丸時子、山田杏奈みたいな声をしたこと別れたと思えば、関根萌子みたいな見た目の子が現れた。実質僕の心のヤバいやつかもしれん。女子生徒から告白されるとはなんと光栄か。小市民的男子高校生としては特段の理由がない限り断る必要もない。というわけで中丸さんと付き合うことになった。幼いさんはというと、新聞部で瓜野くんに見とれられ、放課後一緒にスイーツを食べに行くことに。小鳩くんと幼いさんは別れ、それぞれ別の人と一緒にいることにした。アニメ第1期はそんな結末を迎えたと思えば、最後にどこかで見覚えがある車が燃えているのだった。また二府の治安が心配されてしまう。推しカプ、10話を使って春季限定いちごタルト事件、夏季限定トロピカルパフェ事件が放送。アニメが始まる前は夏季限定トロピカルパフェ事件までやるってことは、バッドエンドとまでは言わないけど、なかなかのビターエンドで地獄みたいな空気で締めくくるんかななんて思っていたのですが、まさか秋季限定栗きんとん事件の冒頭まで描かれるとは。そして何より原作の最後までアニメ化されることには感謝しかありません。今になって思えば、第5話のベルリン揚げパンの謎で瓜野や五日市が早くも登場したのはそういうことだったんですかね。何にせよハンマーをブンブン振って楽しくなっちゃって、思わずは張って笑う幼いさんをアニメで見るという長年の夢が叶いそうで嬉しい。彼女の影がちらつくたびに不穏に感じたり、いざ登場すれば一気に緊張感が出たりと、夏の彼女を知った後の秋はとても刺激的。そういう意味では
視聴者をドキドキさせてくる素晴らしいヒロインですね。アニメを見た方は、幼い雪がどういうキャラクターなのか、なんとなく感じ取れたかと思います。自分から進んで誰かを攻撃するわけではないが、一度危害を加えられる側になれば、恐ろしいほどの行動力を持って危機として復讐する。暴力性を秘めた女の子、スイーツ好きでキュートな一面や、彼女のバイオレンスさに目を引かれがちでしたが、秋からは小鳩丈五郎が一体どういう人物なのか、より深く知っていくことになるでしょう。これまでのお話でも、幼いさんがさらわれた時でさえダメだと分かっていながらも、目の前の事件に気分が高揚してしまったりと、彼の異質さはちらついていました。そんな彼のちょっと言葉が強いかもしれませんが、異常性が垣間見えるものになっているんではないかと。幼いさんと一緒にいるような男が、そりゃ普通なわけないよなって困惑するとともに納得もしちゃう。そして秋が過ぎて最後に迎えるのは冬。シリーズ最終作にして二人の中学時代が描かれる終わりでもあり始まりでもある作品、冬季限定ボンボンショコラ事件。これに関しては多くは語りません。ただ小鳩くんと幼いさんの最後の会話、特に幼いさんの最後のセリフ、どんな表情で口にしているのか、どんな小姉をしているのか、今から楽しみで仕方ない。小市民シリーズは春夏秋冬を通して小鳩くんと幼いさんが自分と向き合う話であり、自分たちの関係を見つめ直していく話でもあります。小市民になることをスローガンに始まり、必要だから一緒にいた春、必要がなくなったから別れた夏、それでは秋は、そして冬は、関係がどう変化していくのか、二人がどんな結論を出すのか、あなたの目で確かめてみてください。楽しみすぎて待ってられないという方は、ぜひ原作を読んでみてください。アニメではテンポの都合なのかカットされている小鳩くんのモノローグも非常に楽しめるので、ぜひぜひ。推しカプ。ということで、祝小市民シリーズ第2期決定という内容をお送りしました。来年の4月に続編ということで、結構早く見れるのは嬉しいですね。第2期決定の PV では、狙われた園芸部だの、連続放火事件だの、穏やかでない文字列が浮かび上がってきました。 PV までも二歩の治安が心配されそうなものになっちゃった。コメントはいただければほぼほぼ返しますので、皆様の熱い作品愛などを聞かせてください。チャンネル登録、高評価、コメントも何卒よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。